Which do you think is more ridiculous or silly? To claim that the person depicted here is a lady with a breast completely flat? Or to claim that the person is wearing a small camera strapped to her chest that shows the image of Mars?Raffaello Santo is also a puppet of the god Cain, along with Leonardo da Vinci and Michelangelo Brunetti of those days. どちらの方があなたは馬鹿げていると言うのだろうか、それとも愚かだと言うのだろうか。ここに描かれている人物がレイディーという方がおかしいのか、その胸は全くありません。それともここに描かれている人物の胸にかけているのは小型カメラであり、そこには火星の映像が映っているという方が馬鹿げていて愚かなのだろうか。ラファエロ・サンチオもまたレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジョ・ブラヌティと並んで神、カインのただの操り人形でした。ヒロシ・ハヤシ、ハメ祭りジャパン、May 21st, 2024。If someone says, break the mold, it means that you do or you think of completely different things from what has been done before or from what is usually done. Then, break the mold, or you may be left in the labyrinth of mysteries forever as ever.常識の壁を破るということは、今までの考え方とは全く違った考え方で物を考えたりしたりすることを意味します。さあ、あなたも常識の壁を破ってみませんか。でないと、いつまでもいつまでもあなたは謎の迷路の中で取り残されるということになります。ヒロシ・ハヤシ、ハメ祭りジャパン、April 13th, 2024。
Antonio Campi might have been also greatly influenced by Dante Alighieri, or rather, if you consider that one of Antonio Campi's paintings is a painting that could not be drawn by humans, at Dante Alighieri's The Divine Comedy, there increases a remarkable possibility that it is a work of God. In the painting of The Secret of the Passion of Jesus Christ by Antonio Campi, the Inferno, the Purgatory, and the Paradise are depicted from left to right, and that heaven is praised by a circle in the Dante's book. Or maybe this is just a coincidence? It is possible that Campi knew what Dante's Divine Comedy was about, and that Campi drew this picture with this idea. However, Campi depicts the planet Jupiter on the right as if it were a photograph, together with a nuclear war on the far left of the painting. Needless to say, that nuclear war is the worst hell or inferno for mankind. Antonio Campi もダンテ・アリギエリの影響を大きく受けていたというより、アントニオ・カンピの絵が人間には描けるはずもない絵であったということを考え合わせるなら、ダンテ・アリギエリの新曲もまた神の作品であったという可能性がぐんと高くなりました。アントニオ・カンピの描いたイエス・キリストの劇場の秘密と題された絵画の中には、左から地獄、煉獄、そして天国が書かれています。そしてその天国は円形で表現されています。ダンテが説くところの円形の天国です。あるいはこれは偶然の一致かもしれません。カンピがダンテの新曲の内容を知っていて、この絵を描いたということも考えられます。しかし、カンピは右に木星を写真のように正確に描きながら、その絵の左端に核戦争の様子を正確に描いています。まさにその核戦争の世界は、人類にとって最悪の地獄絵図ということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン、September the 19th, 2022. ダンテの新曲について簡単に説明しておきます。ダンテの新曲はですね、大きく3部作に分かれています。地獄と煉獄と、そして天国ということになります。そのダンテはですね、赤い衣服を着て案内されるわけですけども、青い衣服を着たガイドによって、まあ、それらの3つの世界をですね、案内されるという構成になっています。そしてその様子をですね、ダンテが新曲に書いたということになります。今ご覧いただいているのはですね、天国の様子ということになりますが、天国の様子はこのような円形で示されています。そしてそれと全く同じと言ってもよいわけですけども、その様子がですね、アントニオ・カンピのイエス・キリストの劇場の秘密の中に書かれているということです。それをこれから皆さんにご覧いただきますけども、左が地獄ですね、中央が煉獄、そして右が天国。煉獄というのはですね、天国行くか地獄行くか、その分かれ道の中で生活する、つまりは人間の世界ということになります。これがダンテの考える新曲、あるいは考えた、あるいはひょっとしたら教えられた新曲ということになるのかもしれません。
そこで皆さんにご覧いただきたいのはですね、アントニオ・カンピの書いたイエス・キリストの劇場、つまり激怒の秘密と題されたこの絵ですけれども、この絵はですね、太陽光線はですね、左手前の方からですね、向こうに、まあ、走っているのが分かります。それとは別にですね、左端に、つまりは核戦争の様子が表現されています。で、中央は全体に暗い、まあ、人間世界ということになるわけですね。そして右の方にですね、木星がですね、写真のように言ってますか、写真そのものと言ってもよいほど、まあ、正確に描かれています。その周りの様子を見ていただきたいんですけども、この今赤枠で囲った部分ですけども、この赤枠で囲った部分にですね、周りに奇妙なものが描かれています。つまり、全体としてこれはプロメテウスの目を表現しているわけですけども、この周りにですね、人間らしきものがたくさん描かれています。今赤枠で囲ったところを、まあ、比較してみてください。つまりこの構成と言いますかね、その、いわゆる中身と言いますかね、そのコンセプトがですね、全く同じだということです。つまり左はですね、まあ、これはダンテの新曲の、まあ、本に書かれた挿絵と言いますか、それから発想を得た絵ということになるわけですけども、右はですね、アントニオ・カンピが描いた絵ということになります。つまりですね、このような形でダンテの、まあ、描いた新曲のを元にした、まあ、絵画とですね、右のアントニオ・カンピの描いたその絵とですね、コンセプトが同じだということです。まあ、これは偶然の一致と考えていいかどうかということですけども、続く動画の中でその核戦争の様子と、そして木星での写真のように正確に描かれた右の円形の、まあ、物体、謎の物体についての説明をします。
Chapter 7, 13. Enter you in at the straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leads you to destruction, and many there be which go in there.Because straight is the gate, and narrow is the way which leads you unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.マタイ第7章13節、大きい門と小さい門。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。広し林ハーママシティ、ジャパン。Wikipedia English writes about nuclear holocaust as follows. A nuclear holocaust or nuclear apocalypse is aTheoretical scenario involving widespread destruction and radioactive fallout causing the collapse of civilization through the use of nuclear weapons. Under such a scenario, some of the Earth is made uninhabitable by nuclear warfare in future world wars.I, Hiroshi Hayashi, understand that, most possibly, Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, had issued a serious warning to us humankind about its nuclear holocaust and nuclear apocalypse through the painting of the mystery of the Passion of Christ by Antonio Campi.You be the judge whether you take it or leave it, but it might be rather stupid for us humans if we leave it and ignore it. 1500年後のイエスは、アントニオ・カンピの描いたキリストの劇場の謎の絵を通して、私たち人間に重大な警告を発していたとは断言できないにしても、そうした警告を発していた可能性があります。そのように判断なさるかどうかは皆さんの問題ということになりますが、もしそれが神による警告であるとするなら、私たち人間はその警告を深刻に受け止める必要があるのではないでしょうか。広し林、浜松市、ジャパン。細かい部分についてですけども、調べれば調べるほど謎が深まるのが、アントニオ・カンピの書いたイエスの劇場の謎という絵画です。
まあ、こうして調べていくとですね、あれこれ言いたいことが山のように浮かんできますが、それは今日のポイントではありません。ここにイエス・キリストらしき神が表現されていますが、ひょっとしたらひょっとしてホログラムではないでしょうか。そしてこの部分、中央、岩の穴の中にいるのは誰なのでしょうかというふうに疑問が、謎がどんどんと湧いてきますが、今日のポイントはそれではありません。私はこの絵画を調べているときに、どうも影の方向がおかしいと感じました。例えばこの人物を見てください。影がこの黄色いラインの方向に向かって、と言いますか、にできているのがわかります。影に注意してください。影の方向に注意してください。この人物を見る限りですね、光は左の方から来ているのがわかります。そしてこの人物の足と影を注意深くご覧ください。膝のラインと、それから膝が作る影のラインを注意してみてください。どうやら光は左上斜め上方手前の方から射しているのがわかります。これが光の方向ですね。今言いましたように、手前の左上方から斜め下方右の方に光が走っているのがわかります。となるとですね、左の上の太陽は本当に太陽の太陽なのかという疑問が湧いてきます。光の方向が一致しません。ここが今日の大変重要なポイントですから、慎重に皆さん自身の目で判断してください。特にこの馬の尻を見るとですね、光がどの方向から来ているかがよくわかります。少なくとも左上の太陽の方向から来ているのでないということは、皆さんにも分かっていただけると思います。そこで実際の夕日の写真と見比べていただきます。右が実際の夕日の写真です。左がアントニオ・カンピの描いた絵です。様子が違うことに皆さんもお気づきになると思います。カンピの夕日は上の青い空と下の橙色の空が2つに分かれているのがわかります。が、実際には夕日であってもですね、空は橙色にこのように染まります。皆さん自身で確認してください。で、私林浩司は左のカンピの描いた絵の中の太陽は太陽ではないのではないかと判断しました。夕日の太陽ではないということになると、ではカンピの描いたこの太陽のような景色は何かということになります。拡大してみました。太陽のように円形になっていないのがわかります。円形になっていないばかりか、上下二つに分かれているのがわかります。太陽がこのように見えることがあるのでしょうか。特に注意していただきたいのがこの岩の影です。この岩の影を見ると、太陽はやはり絵の中の人物たちと同じように左上の方から来ているのがわかります。もし向こうに見えるのが太陽であるならば、この岩の影は真っ黒になるはずですが、この岩影は真っ黒には描かれていません。つまり光源は2つある。そしてその1つは太陽であり、もう1つはということになります。で、私林浩司はカンピの描いたこの部分は核兵器が爆発した時の様子を
描いたものではないかと判断しました。その理由はこのその後に説明しますが、こうして比較してみるとですね、神秘の書いたこの太陽のように見える部分は太陽ではなくて、むしろ核兵器の爆発の様子に酷似しているということがわかります。皆さん自身の目で判断してみてください。太陽であれば多少の雲があっても深遠形になるはずです。つまりこれを太陽と見るか、核兵器の爆発の様子と見るかは、つまりは皆さんの判断ということになります。なぜ核兵器の様子を描いたものであると判断するかについてですけども、その証拠の一つがアイルワースのモナリザの絵の背景にあります。アイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのはまさしく火星の風景だからです。これが火星の風景であるとするならば、それは核兵器の爆発の様子を描いたものということになります。そして神秘の絵の中にもやはり同じような形で、隠し絵という形で、私林宏は木星が描かれていると判断しています。つまりこれが木星であるとするならば、つまり神秘はこのような形で、その絵の中に実は核兵器による爆発の様子を描いたものであると判断できるわけです。こうして神秘の絵、そしてダヴィンチの絵とつながり、そして神秘の絵の中に描かれている左の赤い太陽のように見えるものは実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。がそう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか、原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。この警告をどのように捉えるか、それは皆さんの判断にお任せします。Bye for now. Antonio Campi was an Italian painter of the Renaissance, and his one of the greatest masterpieces is one named The Mystery of the Passion of Christ, which is full of mysteries.Here is one mystery about which Miss Jane Jones, one of my YouTube subscribers, has pointed out that the strange object right top in the painting looks like Jupiter in the solar system. I, Hiroshi Hayashi, however, do not get surprised if someone says Antonio really painted Jupiter in his painting.Because I know Leonardo da Vinci painted a panoramic view of Mars in the Isleworth Mona Lisa in the same way.
聴者の一人のジェーン・ジョーンズさんが神秘の描いたイエスの劇場の謎の絵の中の不思議な物体は太陽系の木星に似ているのではないかと書き込みをくださいましたが、私林博士はもしそうであっても、つまり神秘が自分の絵の中に木星を描いていたとしても驚きません。なぜならあのダ・ヴィンチもアイル・ワースのモナリザの絵の中に火星の風景を描いていたからです。広志林、浜松セティ、ジャパン。左が NASA の探査機が火星で実際に撮ってきた写真です。右がアイル・ワースの絵の中に描き込まれていた私林博士が火星の風景と判断する部分です。これらの写真および絵には一切着色など加工は加えていません。アントニオ・カンピの描いたイエスの劇場の謎の絵の中の右上のその謎の物体についてはいろいろな説が唱えられています。その前にダ・ヴィンチとカンピの関係を年表上でおさらいしておきたいと思います。私林博士が1500年後のイエスの操り人形と判断しているレオナルド・ダ・ヴィンチです。そのダ・ヴィンチは1452年に生まれ、1519年に亡くなっています。そしてカンピです。自画像はありませんでした。カンピの作品をここに紹介しておきます。そのカンピは1522年生まれ、1642年に亡くなっています。まあ、ダ・ヴィンチが亡くなってから3年後にカンピが生まれたということになっています。そして1569年にイエスの劇場の謎を発表しています。視聴者の一人のリフレクションゼリートという方がこの絵を届けてくださいました。で、そのアントニオ・カンピはユダヤ教徒、もしくはイエズス会、あるいはイルミネティのメンバーであったと考えられます。手のハンドジェスチャーに注意してください。薬指と中指がくっついています。シグナム・マラーノです。そしてセント・ジェロームの絵も描いています。そしてアントニオ・カンピの代表作が、繰り返しますが、このイエスの劇場の謎の絵ということになります。その右上にこのような奇妙なものが描かれています。これは何かということですけれども、おそらくアントニオ・カンピもこれが何であるか知らなかったものと思われます。定説がないというのがその証拠ということになります。で、ここに描かれているものがですね、木星ではないかとジェーン・ジョーンズさんが指摘してくださいました。右が実際の木星の画像です。そこで左右の細かい部分の比較検証をしてみるとですね、よく似ているというか偶然の一致という範囲を超えて酷似しているのがわかります。この雲らしきものの表現の仕方、そして反転ですね。そしてこの気流のようなものが乱れて上に伸びているところ、そしてライン、もちろんラインも大変よく似ています。そして数えてみるとですね、ラインの数も同じであることがわかります。そしてここに色に注意してください。赤茶色の、まあ、霞んだような色ですね。もう一枚の写真と比較してみます。この雰囲気ですね、この丸い反転の大きなものがあるところ、そしてもやもやっと気流のようなものが乱れているところ、斜めのラインのようなものがあるところ、まあ、こうして比較していくとですね、つまり違いがないという点で同じと判断して良いのではないでしょうか。まあ、こうしたラインのもやもやとした様子ですね、この部分もそうです、この部分もそうです。気流がって言いますかね、乱れて上に上がっていると。そして下のフォームですね、ラインが何本か重なっている点で一致しています。さらに興味深いことに、左のカンピのこの奇妙な物体、もう木星と言っていいのかなという判断ですけども、それをまあ白黒反転させてみるとですね、
その様子がさらに右のですね、実際の木星の写真のそれと一致するということですね。特にこの渦巻きの表現の仕方、それから気流が乱れているような感じのところですね。そういったところに注意していただきたいと思います。ということは、単比のこの絵は実際の木星の写真をですね、反転させたものであるという可能性も出てきたということになります。となると、アントニオ・カンピの描いたこの謎の物体は木星ということになるのではないでしょうか。と言いますと、皆さんは驚かれると思いますけども、アイルバースのモナリザのこの後ろに描かれている風景は火星の大地そのものでした。で、その絵と実際に撮られた写真と比較してみますと、細部に至るまで同じであることがわかります。先ほども言いましたように、着色など絵写真に加工は一切施していません。原画のままです。皆さん自身の目で判断してください。左が写真です。右が一応絵ということになっています。このアイルワースのモナリザについての動画はこの後につなげておきます。で、もう一度カンピの描いた絵に戻ってください。で、一番左がカンピの描いた絵、そしてその右が実際の木星の写真ということになります。この両者は大変よく似ている。つまりこの段階で結論としてですね、カンピは自分の絵の中に木星を描き込んだということになります。まあ、とんでもない意見に聞こえるかもしれませんけども、ダ・ヴィンチがいて、そしてその後にカンピが生まれたということです。1519年に一応ダ・ヴィンチは亡くなったことになっています。そしてその3年後にアントニオ・カンピが生まれたことになっています。つながりがあるのかどうかは分かりませんけども、年代的に見ればですね、ダ・ヴィンチとカンピはこのようにしてつながっているということになります。そして1569年にイエスの劇場のミステリーの絵をカンピ、アントニオ・カンピが描き上げました。その絵の中に右上のような奇妙な物体が描かれていました。この物体は何かということですけども、今の段階では仮説ということになりますが、これは木星ということになるのではないでしょうか。
Thank you.